まずは今シーズンから新監督就任ということですが、改めていかがですか？いや、まあ楽しくやってます。はい。このキャノンの監督になるっていうふうに決めた、そのきっかけといいますか、決めてってなりました？いや、まあまあ僕はね、サンルブスあったんで、でまあ再開する方向でこうずっと動いてたので、まあそういう細かいことはちょっとエージェントの方に任せてたので、ただまあキャノンさんからはまあ早い段階で誘いもらってて、非常にやっぱポテンシャルあるチームだなって思ってました。今こう練習を見てみて、改めてこのキャノンのチームの印象っていうのはいかがですか？ちょっとみんな全体的にやっぱまだおとなしいっていうのと、そうですね、もっとやっぱこうやんちゃな人間をね、どんどんこう増やしていかなきゃいけないなっていうのはありますね。やんちゃっていうのはどんな感じ？まあ、自己主張したりとか、こう、なんていうのかな、ゲームでもしっかりこう、ファイトしたりとか、グラウンドの中でこうね、例えばタッチウッドでも、こう、しっかり競い合ったりとか、まあ、そういうところは少しこう、トゥーナイスですかね、ちょっとまだ。こう、チームの個人になんか指示することってありますか？いや、まあ、あれですね、まあ、今、トレーニングもハードにやってるし、まあ、このチームに属した人間としてこう どういう、ね、人間であるべきかとか、どういう態度を取るべきかとか、まあ、そういうところはこう要求しますね。今シーズンから新キャプテンとして田村選手を見せましたけど、何か気になってるか？いや、まあだからまあユーもね、ああいうスタイルで、ただまあこう責任ある立場で、なった時にまたね、選手としてもね、またこうリーダーとしてもね、こう成長できると思うし、まあ、チームにこう、まあ、影響力がある人間がやっぱね、チームを引っ張っていかなきゃいけないとは僕は思ってるので、はい、今月から久々の練習再開ということで、はい、改めて感触いかがですか？まあ、僕も5月ぐらいから、別のメニューで動いてたんで、そっちのメニューと今調整しながらやらせてもらってますけど、なんだ、まあ、でもみんなと一緒にラグビーするのは本当に久しぶりなんで、そこは楽しくできてます。まあ、監督変わりましたけど、まあ、それでなんか、なんていうんですか、なんかをこう得れるわけでもないというか、変わるのは選手であり、その他のスタッフであり、ここに関わる人が全員、プロフェッショナルにならないと、監督一人、キャプテン一人が変わったから何かを与えてもらえるっていうわけじゃないと思うので、そこはチーム全体で、変わらなきゃいけないと思う。まあ、そんなに早く結果が出ると思ってないですし、まあ、でも、まあ、ケスケさんと一緒にいい方向に持っていきたいとは思ってます。来シーズンまだ再開決まってないですが、来シーズンに向けての目標を個人としてチームとしてあるんですか？まあ、結果はそんなに気にしてないですけど、自分たちにプライド持てるような、そんなふうにできればいいかなと思います。